ははい皆さんこんこにちは機械系男子のけんうちです、えー、今回はですね、えー、僕が普段行っている読書感想ノートの取り方ですね、えー、作り方をちょっと紹介したいと思いますで、普段ですね読書をした後に、まあ、こんな感じですね読書感想ノートを作ってるわけなんですけども今回はこの読書感想ノートの作り方をちょっと皆さんに紹介したいなと思いますこの読書感想ノートで今回紹介するその例にとる話としては こちらのですね芥川龍之介さんの「年春」の方でこちらを使いながら普段僕がどんなふうに読書の感想を書いているかっていうのをお見せしたいなと思います。でこちら「年春」の内容自体はですね青空文庫を行けば誰でも無料で読めますしあとはですね最近僕のブログの方でもこの,年旬の「年春」の話の話の要約ですね、まあ、そもそも年春自体そんなに長い話じゃないんですけどもそれをさらに短くした ものを僕のブログで載せてるので、まあ、よかったらそちらも読んでみてほしいなと思いますはいそれではですね、えー、じゃあ早速画角を切り替えてですね、えー、僕が普段行っている読書感想の作り方を、えー、お見せしたいなと思いますはい、えー、それではですね読書感想ノートの作り方を見せていきたいと思いますまずはですね、まあ、日付書いてあとは本のタイトルを書いていきます でその後、このまあ線の引き方は、まあ、メモのマックと全く同じで、えー、縦に4分割しています。でそれではですね、左から、えー、トピック、あとファクトですね、まあ、本に書かれている事実で、えー、それを抽象化していって、最後、転用化していきます。でまずまあトピックなんですけども、まあ、トピックはまず何でもいいと思います。書きやすい内容から書いていくと。でまあ、今回はですね、内容から。 でそのファクトの部分で,です、ねえー、本に書かれている内容を軽く書いていきますで、まあ、内容を、ね、軽く紹介すると、まあ年春えー、主人公がです、ね、お金の癒やしさに嫌気がさしてまあ0人になろうとするんですけども、まあ、結果的に人の心が捨てられず1 0 0人になれなかったんですけども、まあ、その経験を通して、えー、これからは自分の心に正直に生きると、えー、決める話ですね。 これが簡単な年春の内容です。でまずなま内容を、えー、軽く書いていってで、その次に何を書こうかなってちょっと考えて、ま、その次に書いたのがですね、ま、今回は教訓って話なんですね。ま、この年春の物語か何か学べるかっていうのを、えー、書いていきますでま。愛を忘れてというか、愛を捨てた人がですね、えー、人を超えた1000人などなれるはずがないと。 まつまりですね、まあ、どこまで行っても線になろうと、人を超える存在になろうと思っても、まあ、人の心だけは忘れちゃいけないと、捨てちゃいけないっていうことが、まあ、教訓として暗に示されてるんじゃないかなというふうに僕は感じましたね。で、えー、まあ教訓を書いた後にそこからどうやってつなげていくかんですけども、まあ、これはまあ別に自由でいいと思います。全然どこにつなげやすいかっていうのは、どこからでもいいんですけども、 まあ、今言ったようにです、ね、愛を捨てて千人になるってことは千人になるためには愛を捨てなきゃいけないのかっていうことですねでそこからまあその抽象化の欄に書いてますけどもまあその矢印はつ,つなぎやすかったんで右側に書いただけで別にそんな抽象化してるわけじゃないんですよでまあここで言いたいのはですね、まあ、人の心を捨てて、えー、まあ千人になろうとしてたらそれはですね、まあ、人の心を捨ててるわけだから、まあ、化け物とかあやかしの類と同じなんじゃないかと で、これ作中の話なんですけどももしですね人の心も捨てていたらそのもともと1,000人の、まあ、師匠の人から、えー、お前を差し殺そうと思っていたと、えー、言われててですね、まあ、もし人の心を捨てて1,000、えー、になろうとしてたら、えー、その人まあ年春はですねすぐ殺されていたんだろうというふうなことが分かりますでここでですね、もう一回戻りますじゃあそれらも踏まえて結果的にこの本で読者に何が伝えたのかな伝えたかったのかっていうのを考えてみます で一番最初の年春の行動ですね。もともと年春ってのは、まあ、お金を欲しがってでお金を手に入れたらすぐ散財してたっていう、まあ、欲に正直な人だったんですよ。で、まあ、欲は尽きない。だけども千、まあ、になろうとしても愛も捨てられないという。で、まあ、これツインで書いたんで、まあ、そのじゃあ考え逆に考えてみてじゃあ愛っていうのは欲なのかっていうことを考えた時に、まあ、欲ではないと。 まあでも、愛を欲するっていう人、人から何かしてほしいとか、人に愛してほしいっていうのは、確かにこれは欲だと。だけども、えー、人が人を愛するときにそれは欲は絡んでないんじゃないかってことを考えました。で、えー、まあ人はですね、まあ、作中でもまあ母親の愛を感じて、えー、年春が愛を返すんですけども、えー、人はですね、愛を感じたら、本能的にというか、反射的に愛を返したくなると。でもこれ、ね この愛を返すという行動に欲は絡んでないんじゃないかっていうのが、まあ、一応僕の考えですね。それが生物としての本能だと。で、こっから転用の欄に行きますね。ただまあ転用って言っても別にそんな変わんないんですけど、一応やっぱりまとめのフェーズに入っていくんで少し考えてますね。で、どうやって切り,か切り出していくかっていう切り口を考えてるところですね。で、まあ考えたのが、まあ、この年春っていう物語で、えーまあ、二択されてるのが、愛を取るか欲を取るかと。 で欲を取ってたら、これは人ならざるもの。つまり、あやかしのタグになっていたと。じゃあ、反対に、愛を取ってた。としたら、これは本当に、年春は千人になれたのかってことなんですけども、一応、物語的には千人になれてないんですよ。だから別に、愛を取ったからといって、千人になれるっていう話でもないな、というふうに感じて。じゃあ、でもまあ、でも絶対愛が何かしら関わってくるから、年春の最後の行動ですね。愛を最後まで捨てられなかったというか、愛を感じたとき、 つまり人が愛を感じることさえできてたらっていうことで繋げて、えー、年春は愛を失うのを恐れたのか。でも恐れたっていう描写もないんですよ。そういう描写もなくて。で、これちょっと書き換えてて、まあ、拒んだにしてるんですよ。でも拒んだ描写もないんですよね。そう。なんかまあ、ちょっとここはね、ちょっと書きづらくて、別に年春が愛を失うのを恐,恐れてても拒んだ。 もものでではないんですけども、まあ、結果的に年春は、えー、欲よりも愛を選んだと。まあ、それは変わんないと。で、えー、一番最初に戻って、まあ、年春が正直に生きると決めた。これは、えー、自分の心、まあ、つまりはですね自分の愛に、えー、正直に生きると決めたんじゃないかってことで、えーまあ、最後、自分の中で答えを締めくくってますね。 だからこの年春っていう物語をですね人からどういう物語って聞かれたら、まあ、僕なりの説明で言うともともと欲にまみれた欲に正直だった年春が最後は愛に正直に生きることを決めた話だよって僕だったらそういうふうに伝えるかなっていう、まあ、そんな感じのまとめ方になりましたねこれが僕が普段行っている読書ノート感想ノートの作り方ですねはいいかがだったでしょうかこれがですね僕が普段行っているような読書感想ノートの作り方で やり方は本当に自由ですねメモの魔力のやり方をまあ用いてるんですけども別にその抽象化とか転用でしっかりとそころを意識して書いてるわけでもないですしまあ基本的にはまあなんか書けるところを書いてってでそこからですねつなげていくっていう感じですね。 でまあ、まとめようと思ったらですね右のフェーズに移っていくようなイメージで、えー、ファクトでいろいろ書いたところを、まあ、まとめようと思ったら抽象化に行くで抽象化でいろいろ書いたところをさらにまとめようと思ったら、えー、転用の方に行くみたいな、まあ、そんな感じで自由にやってますなのでですね、えー、結構その抽象化とか転用そんなに意識してなくてあとはですね抽象化したところからさらにファクトに移るっていう戻るような ことともあったと思います、まあ、そんな感じで矢印がねいっぱい飛び交うんですけども結果的にこの一冊の本の感想をひ一言で紹介しようと思った時に自分だったらどういう風にまとめるかっていう風のことを意識しながら最後まとめに移っていますね、まあ、なのでまあ今回のが参考になるか分からないんですけどもでもやっぱ個人的にはですねそのメモの魔力のやり方はすごいおすすめできるので、まあ、是非メモの魔力のやり方をちょっと真似してみるのもいいかなって思います はい、えー。それではですね、今回の動画はここまでになります、えー。ご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。